エドアルド・ラファエル・ペレスは、ベネズエラ・スリア州出身の元プロ野球選手、野球指導者、ウトウ・ミギウチ。1986年にアトランタ・ブレイブスと契約してプロ入り。長いマイナーリーグ生活を経て、1995年9月10日に27歳でメジャーデビュー。同年、チームはワールドシリーズに進出し、ペレスも、 ロースター入りして世界一のメンバーとなるものの試合そのものの出場機会はなかった。ハビー・ロペスの控え星との位置づけだったが、1996年からはグレッグ・マダックスの当番時は専属星として起用された。1999年にはロペスの65試合を上回る104試合に出場して地区優勝に貢献し、チャンピオンシップシリーズでは MVP に輝き、 ワールドシリーズ進出に貢献。2000年と2001年は10試合を下回る出場数に終わり、2002年にチームは保守のヘンリー・ブランコを獲得。ペレスは3月28日に控え保守を必要としていたクリーブランド・インディアンスにトレードされた。インディアンスでも42試合出場に終わり、2003年に FA でミルウォーキー・ブルワーズへ移籍した。ブルワーズでは キャリアハイとなる107試合の出場を果たす。2004年に FA でブレーブスに復帰し74試合に出場した。なお、この年5月18日のアリゾナダイヤモンドバックス戦でブレーブスは相手先発のランディ・ジョンソンから完全試合を喫しているが最後となった打者がこのペレスである。2005年は16試合出場に終わり、2006年は メジャーでプレーする機会はなく、同年限りで現役引退。2007年からブレーブスのブルペンコーチを務める。2014年から2年間、オフの期間に故郷であるベネズエラのウィンターリーグアギラス、デルスリアの監督を務めた。2016年5月17日にフレディ・ゴンザレス監督が解任された際、一塁、ベースコーチに異動となった。2017年も引き続き、 一類ベースコーチとして契約した。開幕前に第4回 WBC のベネズエラ代表コーチを務める。レギュラーシーズン終了後の10月20日に来年度の契約更新を行わない旨を通告された。ありがとうございます。